当然ゲームなので、まあ、プレイしてて面白いと気持ちいいっていうのが一番重要です。で明日もやりたい明後日もやりたいあるいはそれをやるために早く家に帰りたいとか、えー、いうのはもうこれ基本なんですけどもやっぱりそれだけじゃなくてそのゲームをプレイしてですねその中で考えたこととか体験したことが自分の実生活でもやっぱり役に立ってほしいっていうのがありまして。 えー、そこで知った知識とかあるいはそこで感じたことを自分の生活で、えー、使えるそういったものをなるべく入れるようにあるいはそういったメッセージとかテーマを入れるように、えー、ゲームを作っていますあのメタルでいうと、えー、まあ、核の問題とかあのー、ちょっと社会的な問題とかも取り扱っているのはそういうことでゲームを通してそういうことを、えー、知ってもらって ゲームの外の自分の生活にも役立てることができるとそういったものを作ってきましたしこれからも作っていきたいと思っています。